東京都議選7月2日投開票や今後の国政進出を視野に、小池百合子都知事が立ち上げた政治塾希望の塾に異変が生じている。保守政治家としての小池氏に期待して入門した塾生の一部からは、塾が左派系にシフトしていると不満の声が出ているというのだ。小池氏が事実上率いる地域政党都民ファーストの会が民進党からの離党者や左派系の候補者擁立を模索していることにも警戒感が広がっている。小池さんの政治手腕を見極めたいとの思いで受講を決めたが、入ってみると塾生は革新系の思想を持つ40から50代がとても多くて驚いた。希望の塾を受講する20代男性はこう打ち明ける。塾生同士の交流の場として立ち上げられた Facebook では、男女の塾生同士が低俗な話題で炎上していることもある。保守系の考えを持つ人が発言すると浮いた存在になりかねないので関わらないようにしていると男性。こうした塾の雰囲気を嫌って塾生になったものの、講義をボイコットする人は多いという。都議選に向けた動きも不信感を増幅させている。都民ファーストの会は単独過半数定数127を目指し、決起大会を開く6月1日までに60人超の公認候補を決定する方針だ。塾生からも候補者が選出され、都議選対策講座を受ける者が対象になるとされるが、選ばれるのは民進党系の人材が多いとも言われている前出の男性。実際その兆候は現れている。民進党では小池氏との連携を模索した離党ドミノが止まらない状況で、すでに民進党公認候補36人のうち離党届を提出したのは13人、公認されていない都議を合わせると計15人に上る。25日に離党届を提出した坂井大使都議は、都民ファーストの会との連携について問われると、私の経験を欲してくれる人がいるなら応じていきたいなどと説明。同じく離党を決めた菅原直氏、日野市議、日野市選挙区から出馬予定は希望の塾の都議選対策講座を受講していたことを明かし、何らかの連携を取りたいと秋波を送った。都民ファーストの会は今後民進党離党組を選別して公認推薦するとされているが、連携はそれだけにとどまらない。同会はすでに地域政党東京生活者ネットワークとの選挙協力でも合意している。合意書では情報公開や再生可能エネルギーの利用促進などの実現で努力するとされており、小池氏は生活者ネットは地域に根ざして生活者目線で活動を続けてきた。都民ファーストの都政と重なる部分が多く、私の政策を理解してくれる方が議員になるのは心強いと述べている。ただ生活者ネットのウェブサイトを見ると、辺野古新基地建設の強行を許さない、話し合うことが罪になる共謀罪法案の廃案を求めるなどの主張があり、保守系の塾生にとっては左旋回と映るようだ。離党せずに立ち上げたのがトランプと橋本のフレーズパクった都民ファーストのあって時点でネタ枠だと思ってる。どこの共産党だよ。また大衆の支持を持たない反日左翼のシロアリが新党を内側から食い潰すのか。左を入れるのは好ましいことではないが、金もない中で元民進というだけで拒否してたら多数を取ることは不可能。実際は元自民の方が2倍いるし、元民進党だけではなく生活者ネットとも手を組んじゃったでしょ。もう真っ赤っかだわ。はっきりしてることは、都議会自民は都知事選で外国人参政権推進の候補増添、増田を連続で擁立したと問うこと。こいつらこそまさに左翼である。そりゃ大変だなってどうでもいいが、いつの間にスレッドこんなに雰囲気変わったの？ちょっと来ないうちに
システムだいぶ変わった。なんじゃこりゃ。共産党とも手を組み、連合の支援を受け、沈み行く民進党から離党議員を候補者にした実質民主党が誕生。左翼の加入潜入乗っ取り、戦術ですっかり左翼団体になってまいりました。終わったな、小池。民進党ってどう見ても旧社会党のでしょ。結局、蓮舫と大差ないってことか。騙された方が悪いということで。母屋を取られて、むちゃくちゃになった維新みたいだな。左からの支援を集めといて。左傾化警戒もクソもないだろ。統合罪法案の廃案を求めるなどの主張があり、保守系の熟成にとっては左旋回と映るようだ。離党せずに立ち上げたのが、トランプと橋本のフレーズパクった都民ファーストがあって、時点でネタ枠だと思ってる。どこの共産党だよ。また、大衆の支持を持たない反日左翼のシロアリが、新党を内側から食い潰すのか。左を入れるのは好ましいことではないが、金もない中で、元民進というだけで拒否してたら多数を取ることは不可能。実際は、元自民の方が2倍いるし、元民進党だけではなく、生活者ネットとも手を組んじゃったでしょ。もう熟成からの候補者が選出され、都議選対策講座を受ける者が対象になるとされるが、選ばれるのは、民進党系の人材が多いとも言われている前出の男性。実際、その兆候は現れている。民進党では、小池氏との連携を模索した離党ドミノが止まらない状況で、すでに民進党公認候補36人のうち、離党届を提出したのは13人、公認されていない都議を合わせると計15人に上る。25日に離党届を提出した坂井大志都議は、都民ファーストの会との連携について問われると、私の経験を欲してくれる人がいるなら応じていきたいなどと説明。同じく離党を決めた菅原直氏、日野市議、日野市選挙区から出馬予定は、希望の塾の都議選対策講座を受講し、東京都議選7月2日投開票や今後の国政進出を視野に、小池百合子都知事が立ち上げた政治塾希望の塾に異変が生じている。保守政治家としての小池氏に期待して入門した塾生の一部からは、塾が左派系にシフトしていると不満の声が出ているというのだ。小池氏が事実上率いる地域政党都民ファーストの会が、民進党からの離党者や左派系の候補者擁立を模索していることにも警戒感が広がっている。小池さんの政治手腕を見極めたいとの思いで受講を決めたが、ていたことを明かし、何らかの連携を取りたいと秋波を送った。都民ファーストの会は、今後民進党離党組を選別して公認推薦するとされているが、連携はそれだけにとどまらない。同会はすでに地域政党東京生活者ネットワークとの選挙協力でも合意している。合意書では、情報公開や再生可能エネルギーの利用促進などの実現で努力するとされており、小池氏は生活者ネットは地域に根ざして生活者目線で活動を続けてきた。都民ファーストの都政と重なる部分が多く、私の政策を理解してくれる方が議員になるのは心強いと述べている。ただ生活者ネットのウェブサイトを見ると、辺野古新基地建設の強行を許さない、話し合うことが罪になる、入ってみると、塾生は革新系の思想を持つ40から50代がとても多くて驚いた。
希望の塾を受講する20代男性はこう打ち明ける。塾生同士の交流の場として立ち上げられた Facebook では、男女の塾生同士が低俗な話題で炎上していることもある。保守系の考えを持つ人が発言すると浮いた存在になりかねないので関わらないようにしていると男性。こうした塾の雰囲気を嫌って塾生になったものの、講義をボイコットする人は多いという。都議選に向けた動きも不信感を増幅させている。都民ファーストの会は単独過半数定数127を目指し、決起大会を開く6月1日までに60人超の公認候補を決定する方針だ。